こんにちは、和田泰美です。今日はね、いつも大変お世話になってるレシピブログさんからお荷物が届きました。今日は矢原食品さんの鍋しゃぶのスープが届きました。どうもありがとうございます。ということで今日はね、はい、ちょっともうすでに空いてるんですけど、ガーリックトマトつゆを使ってモッツァレラチーズしゃぶしゃぶを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。で、今回はね、そう、鍋しゃぶ用の味のついたスープを入れて軽く煮込んで作る料理なんですけど、あの普通のしゃぶしゃぶって、まあ昆布とか入れてしゃぶしゃぶしてこうね、タレでつけて食べると思うんですけど、そのね、スープ自体に味がついてるからしゃぶしゃぶしてすぐ食べても美味しいよっていう商品なので、だからそう、豚肉とかあと牛肉とかのしゃぶしゃぶ用のお肉をしゃぶしゃぶして食べても美味しいんですけどね、私はね、今回はモッツァレラチーズで作ったんですけど、あのね、本当にね、モッツァレラチーズはね、人々を幸せにする食べ物ですねこれ、ね、本当に美味しかったんで、ぜひともやっていただきたい。そうですね、では野菜が煮込まれたら完成です。できました。これスープがあると一瞬ですねでは味見していきます。ではいただきます。じゃあね、モッツァレラチーズを、美味しすぎますいや、これは美味しすぎるよね。これはね、美味しすぎますよいや、ちょっと待って、野菜も食べよう。このスープが美味しいからお野菜もすごく美味しくいただけますね。なんかね、ちょっとなんか洋風イタリアンの味がするんだけど、アンチョビペーストとかが入ってるのでイタリアンな洋風な味わいになっております。お鍋に合うのはね、やっぱりね、じゃーん、今日はプレミアムモルツですいただきます。美味しいこれは美味しいウインナー食べよう。締めはショートパスタを入れたなんかスープパスタ的な感じで作ってみました。では味見していきます。いただきます。もともとね、洋風なスープなのでパスタにするととっても合いますね。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ごはんの公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。そしてね、ビールととっても合うんですよパスタはね、本当に美味しいね。